はい、どうもこんにちは、ガルドです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、まあ、前回ね、そのランキング動画を出したんですけども、で、今回はですね、まあ、同様、それと同様ね、ランキング動画を出すんですけども、まあ、今回はリクエスト企画です。これで皆さん、お待たせしました。新年一発目ではありますけどね、ちょっとね、僕と同じエロ属性の持ち主のね、男性の方々はね、もう必見動画でございます。ほんとね、もう一発目ということでね、もう気合が入ってますよ。で、そのリクエスト企画をいただいたっていうのが、まあ、八内キャラのチラリズムショットが、まあ、気に入っているランキングっていうものをね、やっていくんですけども、まあ、八内キャラね、そういうなんかこう、見えそうで見えないショットがあるじゃないですか。まあ、それ何が見えそうで見えないかっていうのは、それはおパンティーに決まっているでしょう。はい、もうそれがね、もう見えそうで見えないショットがあるじゃないですか。で、それをね、その中でも僕が好きなね、ベスト5、5枚をね、選びたいと思います。はい、もうね、こういうのがちょっとね、苦手な方はすぐ別の動画へ行ってください。はい、まあそういうのがね、もう聞いてても大丈夫な方のみね、お願いします。もうね、ここからはもう自己責任なんで、もうあと気持ち悪くなろうが気を害しようが、もう僕は知りません。その辺はね、もう自己責任です。はい、ということで、ベスト5のうちの第5位をね、発表していきましょう。はい、僕が選ぶの中でね、第5位は、外野手です。はい、外野手、はい、外野手で、はい、選ばれたのが、はい、こちらの、愛坂ココちゃんでございます。はい、これね、もう一見、もうこの写真をね、多分これ拡大するとわけわかんないんですけど、まあこの画面だったらまあ分かってくれるとは思う、うん、説明次第で分かってくれると思うんですけど、このココちゃんなんですよね。はい、で、このココちゃんの左側、まあ拡大しましょう。もうね、口で説明するよりも百聞は一見にしかず、もうね、拡大します、その問題の部分を。はい、で、こちらです。はい、で、画像ね、ちょっと出たと思いますけども、こちらのね、もうこの体勢、まあココちゃんね、そのスカートを短く、まあ、履いてらっしゃるということでね、でその状態でこんな体勢になっているんであれば、もうね、これね、真横からのこれ視点なんですけども、この視点をね、まあ、ちょっと左手側に移動すればもう見えちゃうんですよ。おパンティーが見えちゃうんですよ、ココちゃんのね。で、まあね、それだもんで、ね、もう真横になってる関係でちょっとね、見れないっていうところ、うん、これがね、もうチラリズムの究極のチラリズムの一種だと思ってるんで、もう最高ですね、これはこれで。うん、もうね、スカートがせり上がっちゃってますから、もうこの体勢的にね、こうクイッてね、まあ、90度になってるせいで、で、もうスカートがずり上がっちゃってるせいで、もうね、視点をちょっとずらしただけでこの見えてしまうというところ、まあ真横だからもう絶妙に見えてねえよっていうところですね。はい、もうこれがね、もうね、エロスを感じたんですよね。で、これはもうね、いいチラリズムだなっていうふうに思ったんですよ。ただそのまあね、チラリズムとしては、その、なんだろうな、まあ、画像がスレスレしすぎちゃうっていうところ、拡大しないとわからないっていう部分で、まあ、ちょっとそこがマイナスなんですよね。もうちょっとね、大きく見せてくれれば、まあ、そう、大きく見せてくれれば、まあ、またね、ポイントが高かったんですけど、画像がスレスレすぎちゃうもんで、拡大しないとわからない点というのがね、マイナスポイントになっております。はい、ということでね、もうぜひね、後ろからね、もう堂々と見たいよね。これね、うん、はい、ということで、5位の、ココちゃんでございました。はい、で、こういう感じで進めていきますよ、今日は。ではね、第4位のね、発表になります。第4位に選ばれたのは同じく外野手です。はい、外野手、外野手、うーん、つかめない、外野手で選ばれたのが、はい、こちらの、倉敷舞子ちゃんでございます。はい、これね、まずね、その足で、もうこれ、まあ、三角座り、まあ、体育座りっていうのか分かんないですけど、まあ、そういう座り方をしているんで、まあ、
非常にねそういう座り方をしていると座り方をしていてもうスカートとなるともうね下から見たら完全に丸見えの状態ではあるんですがうまいことねこれね手とねこの足で隠してるんですよね。右足のこのソックスでちょうど見えなくなっているところ、まあ、残念だなって思いきや、まあ、これも拡大してみましょう。はいこちらこちら見てみると、まあ、右足のね、まあ、その太ももからお尻にかけてのライン、これがね、もうね、最高なんですよね。はい。でね、お尻もこれね、もうおそらくパンティが奥のちょっと奥にもうあるような感じなもんで、うん、まあ、おパンティは見えないですけど、布地の部分は見えないんですけど、やっぱね、そう、まあ、ちょっと視点ずらせばね、もうちょい下にずらせば、見えるんじゃないかという、このね、期待感。はい、でもこのねショットこれもねまあ一種のね僕的にはいいチラリズムだなっていうふうには思ったんですよね。はい、もうこのねもう太ももかお尻までのこのラインこれがねこのチラリズムがねエロいんですよね。もう最高ですね。はい、まあ先ほどのココちゃんと違うのはまあまあ堂々とも、まあもうちょっと倉敷ちゃんの方が見やすくなっているかなっていうところ。うん。まあね、うん。まあココちゃんもね、まあ、先ほどのはスレスレだったんで、もう画面スレスレだったんで、端の方だったんで低かったんですけど、倉敷ちゃんの方はまあ比較的、まあ正面から堂々とね、まあまだ、見える感じなので、まあ、一個ランクが、順位が上だなっていう感じで、倉敷ちゃんにね、させていただきました。はい、ということで4位の、倉敷ちゃんでした。はい、続きまして第3位のね、発表になります。はい、第3位に選ばれたのは、ピッチャーです。はい、ピッチャーの新カードで選ばれたのが、はい、こちらの、ハチ様の、アガツマソラちゃんでございます。これはねもう何と言っても、まあ、これは拡大必要ないでしょう。まあ、ここです。もうここでしかないです。この右足ですね。もう右足のね、もうこれとか、あ、すいませんね。これとかね、もうね、見えそうなんすよね。見えそうでね、見えてないんすよ。隠し方がもう最高にうまいし、この見えそうで見えない感じのこのそそり方、もう完璧ですね。右足一つでこんだけね、魅力的なのかっていうところ。いやー、エロいですよね。この右足はね、多分ね、誰が見てもエロいと思うよ、これは。まあ先ほどのはちょっとよく見ないと、ちょっとマニアック的な要素があるんですけど、これはもうね、わかりやすいでしょう。うん。まあ、こっからはね、もうだいぶわかりやすいかな。もう3位以降は。わかりやすい感じなので、まあね、うん。本当にね、これ多分、まあでもね、これ、ハチ様、これ、まあ、コンサートっていうね、テイストなので、これだもんで、まあ、中身はね、まあ、見せパンなんですけど、まあね、まあ、女性からしたらね、そういう見せパンを履いてて、まあ、別に見られても平気だよとかって思うかもしれませんけど、こちらとしては、見せパンでもありがてえわってところ。いや、もうね、見たところで、見せパンだったっていうパターンでも、いや、見せパンだからとは言われても、もう、いや、見せパンでもありがてえか、見せパンとかでも、もうスカートの中に見せた時点で負けだからとかっていう、僕の感覚。はい。まあ、見せパンだとは思うんですけど、まあ、このやっぱチラリズムという点ではね、もうね、最高のショットだと思います、このソラちゃん。はい。3位のソラちゃんでございました。はい、では続きまして、第2位の、発表になります。はい、第2位に選ばれたのは、キャッチャーです。キャッチャー、はい、キャッチャーで選ばれたのが、持ってませんけど、クリスマスの新カード UR の鈴若ちゃんでございます。はい、これもう今もう開催終わっちゃったんですけど、もうかなり最近のカードですね。はい、鈴若ちゃんでございます。これはもう見ての通り、もうね、そうですね、まあ、ニーハイソックスを履いてるんですけども、ニーハイソックスとそのサンタ衣装、多分これワンピースなのかな、多分画像出てると思うんですけど、まあ、そのワンピースのその裾の部分とそのニーハイの
部分のその絶対領域、まあ、絶対領域の部分がもうピンポイントで見えてて、でかつ、もう見えそうで見えないこのチラリズム、これがレベルが高いですね。うん、まあ、拡大画像も一応見てみましょうか。はい、こちら。はい、もうね、最高のショットです。はい、もうね、もうこれね、僕最初鈴若ちゃん1位なのかなって思ったんですよ。もう見せ方としては完璧なので、もう言うことないんですよね。もうね、この見えそうで見えないっていうそのショットのアングルも良し、で見せ方もね、もう本当にね、総合的に完璧なので、まあね、エロいんですよね。だから鈴若ちゃんっていうのがギャップがありますよね。うん、まあ、そういうシーンカードってなんかあんまり似合わないというか、まあ、そういう感じがあるので、鈴若ちゃんって。でやっぱその辺のギャップからもね、来てね、こんだけ順位が高いっていうのもあるんですよね。はい、まあね、もう鈴若ちゃんの UR これだけでも十分欲しかったんですけど、そこはねちょっとグッと我慢しました。正月に備えてね。うん、まあね、いつか狙える機会があればね、ちょっと狙ってみたいですけども、はい、まあね、UR カードなので、まあそんな気軽にはね、ちょっと突っ込めないなっていうところで、はい、まあ要検討ですね。次復刻来たら。はい、ということで2位の、クリスマス鈴若ちゃん UR でした。はい、で続きまして、ハイアール第1位の、発表になります。はい、第1位は、外野手です。内野手がいないな。内野手がいませんでしたね。はい、で第1位に、はい、選ばれたのが、はい、こちらも比較的最近、熱を帯びゆく ねくらべ泉田、京香ちゃんでございます。はい、でね、まあ、これはね、もう間違いなくね、この左下のここですよ、ここ。じゃあ拡大画像をお見せしましょう。はい、ドン。はい、こちらなんですけどね、これね、まあ、お風呂のシーンっていうこともあって、もうね、このバスタオルかな、まあ、バスタオルね、これ1枚取ったらもう中はね、もうね、すっぱだかなんですよ。でね、このその上において、このチラリズムというか、もうこの見えそうで見えない、ここ、うん、ここですよ、ここ。うん、でここがね、もう最高にエロいですね。チラリズムがね、もう完璧で、もう下が裸っていうのが、もうさらにポイントを底上げしているような感じで、これだってさ、もうこれさ、ちょろってめくったらさ、もうね、あらわになるべきですよ、もう。まあ普段だったら、まあそういう制服姿だったら、まあ下着なんですけど、これの場合はもう下着のその先が見えてしまうわけですよ。でその期待感、もう本当ね、もう指一本でクイッてやれば、もうね、もう見えてしまう感じ。もう何かあれば、絶対これ何かあってめくれてしまったら、もうね、やばいでしょっていう感じ。もうね、そうなんですよね。まあ、泉田ちゃんの人気的には、まあ、全体で見ると、まあ、そこまでね、その高くはないと思うんですけども、やっぱね、この泉田ちゃん、まあ、髪型がね、まあ、ちょっと違うわけじゃないですか、まあ、お風呂っていうこともあって、で違う関係もあって、ものすごい美人なんですよね。でこういう美人のその、まあ、キャラクターのその下着のその先を見て喜ばない男はいないでしょうというところ。はい、もうね、完璧ですね。もうシチュエーションはやっぱ風呂は強いですね。風呂シチュエーションは、まあ、強いですね。やっぱりね、そのまあこれがもうちょっと遠かったら、ショットがね、もう遠くから撮影しているような感じであれば、まあ、1位ではなかったかもしれないんですけど、結構な至近距離なんですよね、このショット。ホエラモンでね、もうね、順位がね、爆発的に上がったんですよね、僕の中で。はい。まあね、SR なんでね、その誰でも手に入りやすいですしね、まあ、僕と同じエロ属性の方はね、もう改めてね、凝視してみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、泉田ちゃんが第1位でした。はい、まあ泉田ちゃんのね、まあ1位だったわけなんですけども、まあね、まあ割とね、他にもね、結構いたんですよね、割といいシーンがあったんですけど、まあ僕の中では、まあこの5枚かな、うん、5枚のが、まあ5枚の中の、まあ、トップは この泉田ちゃんかなって感じですね。うん、下が裸っていうのはやっぱでかいっすわ、ほんと先ほども言った通り。うん、
はい、ということでね、一発目のね、もうねエロ系ランキングではありましたけど、まあ僕と同じようなね、これこういう動画ね、その楽しみにしてくれてる方ってね、ちょこちょこいらっしゃるんですよ。はい、まあそういった方たちはね、ちょっと楽しめたのかなとは思いますけど、まあね、非常にコメントしづらい動画ではね、まあありますけど、まあね、各々楽しんでいただけたらね、幸いです。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。